数々の名曲を歌い上げ、中高年主婦層から圧倒的な人気の歌手の高橋真梨子さんですが、2020年のコンサートをもって、しばらく充電期間に入ると公式発表されました。かつて NHK 紅白歌合戦での彼女の激痩せぶりがネットでも話題となりましたが、現在の状態はどうなのでしょう。また、彼女の原点について見ていきたいと思います。1949年3月6日生まれの71歳、広島県生まれで博多育ちの高橋真梨子さん。その生い立ちは壮絶なものでした。それは、あの運命の日によるものでした。その人は、1945年8月6日、米爆撃機エノラゲイによって、広島に原爆が投下された日、父は広島鉄道局で勤務中に、母は広島市内の銀行への出勤時だったそう。運よく、二人とも直撃は避けることができましたが、父親は避難直後に実家に向かう途中、被爆してしまったのです。後に、これが親子の運命を変えることに。当時、父は国鉄勤務をしながら、サックス奏者としても活躍していて、母はダンサーとしても働いていたため、二人はあるダンスホールで出会ったのだとか。そして、結婚し、高橋真梨子さんが生まれます。戦後、父は国鉄を退職し、プロのジャズクラリネット奏者を目指し、朝鮮戦争下で米軍基地が多く、ジャズが盛んだった福岡に移り、高橋さんも母と博多へ移ったのですが、ここまでは地獄の一丁目でした。父は、その後、被爆による病で、なんと23歳の時に、両足を切断せざるを得なくなり、その痛みは想像を絶するもので、当時の様子を高橋真梨子さんは、苦しんでいる父、痛がっている父、激しい痛みで新聞紙を顔に乗せて、泣いていた父の姿を覚えている、と振り返っています。その痛み止めのモルヒネ代を稼ぐのに、母親は必死で水商売をしていたそうです。その過酷な生活に耐えかねて、次第に両親は喧嘩が絶えなくなり、母親は妻子ある男性との愛に溺れるという、絵に描いたような家庭崩壊のありさまでした。しかし、そんなことが長続きするはずもなく、これ以上迷惑はかけられないと、高橋さんが5歳の時に両親は別居、父親だけが広島に帰ってしまい、その後、高橋さんが10歳の時、離婚が成立することになり、親権が裁判で争われたのですが、両足を失っている父は、娘を引き取ることもできなかったのです。その頃のことを高橋さんは、母との思い出は、いい思い出は、あんまりなかったんですね。いつも一人ぼっちで、その中で唯一の支えだったのが、音楽だったと言います。そもそも歌手になろうと思ったきっかけは、高橋真梨子さん。大好きだった父親には、年に数回、広島に会いに行っていました。中学生の時にザ・ピーナッツに憧れて、父に打ち明けたのが、歌手になりたい、という思い。その時父親は、いいんじゃないか。そして、思いもかけないことを言われます。ポップスとかアイドル的な歌手は、僕は望まない。歌うなら難しい曲。スタンダードジャズとか名曲みたいなものから始めた方がいい。娘に本物の音楽を求めた。この父の言葉がきっかけとなり、これが彼女の音楽の原点となったそうです。ところが、その大好きな父親は、高橋さんが15歳の時、37歳で他界。16歳の頃には、高橋真梨子さんの歌と美貌の評判は、博多の巷を駆け巡り、間もなくスカウトされ、母との関係に嫌気がさしていたこともあり、歌手を目指して上京を決断したのです。しかし上京したものの、あろうことか、高橋真理子さんはアイドルとして養成され、1966年スクールメイツとしてデビュー。もともと本物志向だったことから、事務所との折り合いがつかず、3年で博多に舞い戻り、地元のナイトクラブなどで再び活動するのですが、1972年ペドロ&カプリシャスに2代目ボーカルとしてスカウトされ、1年間限定ということで参加することに。カプリシャス時代の芸名は高橋真理でした。翌年、ジョニーへの伝言や5番街のマリーへなどがロングヒットし、1974年の第25回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしましたが、結局5年間在籍したのですが、いろいろあって、ある人と共にグループを脱退。そのある人とは、後に夫となるヘンリー広瀬さんでした。1978年にソロ歌手としてデビューして、4年後の1982年にヘンリー広瀬さんは、高橋真理子さんのプロデューサーとして、再び関わるようになったのです。For You、桃色吐息、歯がゆい唇、遥かな人へ。1996年のごめんねは、カサスの主題歌ともなりました。2015年 NHK 紅白歌合戦出場時に感動的だったのは、5番街のマリーへを久々に歌ったこと。あえてこの歌を選んだことに、プロの気骨を感じずにいられませんでした。ですが、2016年の紅白での高橋真理子さんの姿に異変が。1993年、高橋真理子さんは、事実婚状態のヘンリー広瀬さんと結婚され、不詳不随で順調にヒットも飛ばされ、お二人にお子様はいらっしゃいませんが、公私ともに幸せだと思っていましたが、画面に映し出された高橋さんは、げっそり痩せ細って見えたのです。それは気のせいではなかったのです。実は高橋真理子さん、堅実な活躍をされている裏で、とんでもない病に襲われていたのです。一時は、がんなのかとまで噂された。その病とは、重度の更年期障害だったのです。1996年、47歳頃から体調が悪化して、イライラして、やる気も出ず、ホットフラッシュにも悩まされ、倦怠感に襲われて寝たきりの状態に、その上、うつ状態になってしまい、子供時代の母親に対する憎悪とか、トラウマが一気に襲ってくるという、口では言えないほどの光景が、フラッシュバックして襲ってきたのです。そして、学生時代の親友の訃報が追い打ちをかけることに、もう、心身ともにボロボロの状態でした。食欲もなく食事を取らずにいた高橋さん。なので、紅白の時の体重は、なんと、33キロを切っていたそうです。ベスト体重が41キロだと言いますから、いかに痩せ細っていたかわかりますね。多くの女性が苦しむ病とはいえ、多くのコンサートをこなす、トップシンガーとしては、致命傷でした。それでも、彼女はこう言っています。歌えるだけ歌って、そして死ぬまで現役で、歌うことっていうのは自分の生きてる証だと思うんです。自分がそこから歌を取ると、どうしていいかわかんない。そういう人生の中の歌かなと思うんですと、恵まれない幼少期を乗り越えたのも、苦しい病に耐えてこれたのも、彼女の原点とも言うべき、歌を歌い続けてきたことが大きかったのかもしれません。そして、いつもそばで見守ってくれた、優しいご主人がいたからではないでしょうか。最後に、高橋真理子さん。あれだけ憎み続けた母親ですが、癌で余命1ヶ月の宣告を受けたことを知り、母のそれまでの修羅のような生き様を、受け入れることができ、70歳で旅立たれるまで、お世話をされたようです。そのことは、彼女の中で、少しだけ、報われたことだったのかもしれませんね。いかがでしたか？高橋真理子さんの半生をどう思われましたか？私は彼女の生き様を見ていて、彼女が歌い続けてきたのは、辛い経験を乗り越えるための、知らぬ間に身につけた彼女なりの唯一の処方箋だったのでは、そう思えてなりません。よく耐えてきたと思います。高橋真理子さん、これからも素晴らしい歌声を聞かせてください。それではまた次回お会いしましょう。